こんにちは、まさひろとゆうかです。マリオメーカー2、本日の企画は USA マリオ障害物走ということで、今から真ん中に置いてあるような障害物をゆうかが置いていって障害物コースを作ります。そのコースをまさひろがプレイして、敵キャラに乗りながらゴールできたらまさひろの勝ち、できなかったらゆうかの勝ちです。3本勝負でやっていきたいと思います。15マスっていうことでやっていきたいと思うんでね。15マス、まあ、俺がどれだけ苦戦するコースを作れるか見物ってとこだね。そうやな。これファイアーウォールは 1,2,3,4 ぐらいね。そうやな、4にしようか。それはここはちょっとまずつまずき最初ポイントで、これ台風ふわーっとなってもらいからのファイアーウォールで攻撃的に行きます。一つだけ言っていいですか。はい。僕これ一瞬でクリアできますよ。え、ほんまに？こんな簡単な方法にしてよかったんですか、三本選手で。待って、だって普通に超絶余裕ですよ。まずこのメット君を使いますほいほい。メット君超優秀なんで、この竜巻がどう発展するかがちょっとわからないけど、うん、まあ、この辺に置きますよ。で、ここがスタート位置なんで、まあ、まずね、ここがスタート位置で、まあ、ここから乗り継ぐための、そうですね、ボム兵くんとか置いておくといいかな。いや、まあ、ボム兵くん置いておきましょうか。ちなみに僕はね、あの制限はないんでね、できたらクリアできれば OK ということなんで。で、ここでとどめのジュゲムちゃん。おうおう、さあ、行くぞ。これ試してやってみようかな。おうおう、え、ジュゲムでも攻撃するんやんな。え、いける？攻撃すんで。キャモン、ジュゲム。あおかしいな。ちょっと狙いと違う。狙いと違う。おやおや、俺の考えではね、こう言っての。ほうほう。ジュゲムになる？はい！おー！え？あー！僕これ一瞬でクリアできますよ。いや、でも道筋は見えたよ、実は。はい、これで終わりです。待って、それはこのステージは終わりです。これでこうするやん。うん、ほい。おー、はい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 、ゴールこれはジュゲム対策が必須やね。まあ2本目に期待してますよって感じかな。まあやっぱりあの USA マリオのプロにかかればこんなもんですね。あ、自称ですけれども初めて聞いたわ。でも上をカバーしたらいいってことやんな、今度は。まあ、受けるのがね、15マスなんだ。うなにまあ、ジュゲーム対策は必須やな。ジュゲーム対策必須。ここで4つ使うけど、やむえん。今回は悪意マシマシコースああまず、ヒートつららのトドロキスタイルで。あ、トドロキね、ヒロアカのね、トドロキショートスタイルね。そうで、さっきのジュゲーム対策としてここにトゲをあしらいました。じゃあ今から俺がね、ちょっとこのコースを軽くクリアできるね、方法を考えていきたいと思います。まあ、結局ね、ジュゲーム先生に頼る方法もできるんやけど、もうこの辺からね、ジュゲーム先生を持って落ちればね、え、そんな上いけるん？クリアできちゃいますからね。うそん。え、試しにやってみようかな。ちょっと大きめにしとこうか。乗り継ぎミスをしないように乗りやすさ重視。乗りやすさ重視。え、そんな、いける？調整したらいけると思うけどね。この辺からにしとけばいいんじゃない？さあ、行くぞ。ほい、乗るでしょ。おうおう、どんどん上に羽ばたいていく。おーおー、ジュゲーム先生が近づいてくる。あ、乗ります。え、嘘やろ。待って、あれ、あー下手くそ。やったー。でもまあ、できちゃうね。うせやん、やめて。でもね、ちょっとこの方法はね、あまりにもちょっとかわいそうということで、さすがにね、ちょっとちゃんとステージをプレイしてあげようということで
ほい。オッケー。おお。で、持ちます。投げます。意味なかったー。ああ、燃える燃える。ああ。ちょっとタイムリミットが迫ってきましたね。やばいね。確かにもう過ぎてそうなんなら。大丈夫まだ。そう。これが、あ、いいタイミング。ラストチャレンジということで。よし、来てるよ。うお。はい。ああ。ペタペタペタ。ペタペタペタ。日本目は私の勝ちですかね。ちょっと難しかったね。ジュゲム先生を使わないという縛りをすると途端に難しくなったね。基本トゲで。基本トゲね。うん。当たったらアウト。そうそう。確かにさっきは甘めだったな。さっき甘めのつもり全然なかったんやけどね。よし、じゃあ、これ大幅に15発まあ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 、最後はしいいでしょう。そうやな、はあはあ、そうやなって私が言うことでもないオッケー。お、時間が迫っております。まずいまずいまずい。オッケー、来てる来てる来てるよ。流れていく。ちゃんと機能してるね。作ってよかった。こっち来い、こっち来い、こっち来い。ジュゲム、ジュゲム、ジュゲム、ジュゲム。やばい、ベルトコンベアがうまく作用してる。頑張れ。オッケー。ああ。やばいぞ、このベルトコンベア結構天敵だな。ラストチャンスということで。はい。こいつにもうちょっと高さが必要でした。うんうん。はい。はい。はい。来た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 。おいよ。これであとは、想定通りに行けば、メットメット待って君。メット待ってくれ。おい、どこ行くの君。ええー、本当はジュゲムから降りてきて、こいつに乗ってこう行くつもりだったんだけど、ちょっと待ちきれんメットが行ってしまったな。そうやな、もうちょっと後ろやったな、こいつが。なるほど。これぐらいやったらいけたかも。けどこれは、一勝一敗一引き分け。ということで、まあね、今後もこんな感じでミニゲーム企画やっていこうと思うんで、よければ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。